はい、皆さんこんにちは、坂木敦史です。ちょっと充電、9月は28日の木曜日でございますね。まったりとした午後です。今日もビール原料4缶いただきました。なんかね、光の加減がよろしくないですけどね、もうしゃあないですね。これ以上できないんですよ。はい、行きましょう。今日はね、相場が動いてるんですよね。日経平均は577円マイナス、まあこの辺でうにゃうにゃになりましたね。ドル円149点、これも動きませんね。止まってますね。もしかして介入。 149.377 ですね今。373になりました。はい、原油高いまま。ドルウォンはうにゃっとしてますね。1355というあたりです。さて、そのウォンの国の駐日大使ですね。これはですね、時事.com ですか。駐日韓国大使、来年にも新たな共同宣言。国境内日韓関係を頭越しの米朝取引警戒というタイトルでございまして、ちょっと読みたいですね。韓国のユン、読めへん、日本語的に言うと徳敏ですね。徳がイエスの徳にですね、敏捷、素早い、素早いと、毎日の前にこういうのを書いたですね。敏というですね、敏感の敏だかな。ユン・トクビン、駐日大使は27日、東京都内で開かれた内外情勢調査会の会合で講演し、来年にも日韓両国首脳による新たな共同宣言の発表を目指す考えを示した。という感じですね。ユン氏は互いに政治的に安定する来年や、日本の植民地支配からの、これは括弧になってますね。解放80年になる再来年に、国賓訪問などの機会を経て、と新たな未来に向けての宣言が必要ではないかと述べたと。なんか綺麗事を言ってますね。日韓関係をめぐっては1998年に当時の小渕恵三首相と韓国の金大統領が戦後日本の歩みを評価し、過去の植民地支配に対する反省と詫び、未来志向を明記した共同宣言を発表。ユン・ソンニョル大統領は宣言の取りまとめを決断したキム氏を尊敬しているとされる。キム・デジュンですね。ユン大使は、新たな宣言についてフランスとドイツの和解友好の礎となった63年のエリゼ条約、独仏協力条約に触れ、それに準ずるような未来志向で互いの国民に恵みが与えられるようなことを盛り込む必要があると語った。未来志向というのは大体向こうから言ってくるんですね。日本はいつでもそんな関係ないやんというスタンスですけどね彼らが俺たちは過去を忘れるんやという時に使うのが未来志向ということですね。また日韓は価値観、戦略的利益を共有してない。君らの価値観と僕らは一緒ちゃう。ちゃう。一緒にせんといて。ちゃうって。ほんまに。かっこ一人当たり、ね。国民所得も似ていると。これはね、残念ながらね、似てきたんですよ。だから同じ生活レベルになりつつあるというのはこれ事実でございます。多数の両国民が国相互往来している現状を踏まえて、多数の両国民は気楽に相互、まあまあそうかも分かりませんね。向こうからいっぱい人来てますからね。気楽にやってきてですね、コンビニで賞味期限ギリギリの弁当を買ってから食べて、日本安いなって言ってるわけですね。これはやっぱり気楽という範囲内に入るんでしょうね。現状を踏まえ、パスポートビザという必要があるのかと訴え、将来の課題としてボーダーレスな関係を作り、経済統合を図るべきだと主張した。これはユーロみたいな関係を目指しているんでしょうね。でもあんたらがね、あんたらがに反日教育をやってる限り、反日を言うてる限りはそれは無理でしょう。
日本は君たちに無関心なんですよ、基本的に。日本人の大多数はお隣さんに対して無関心なんですね。でちょっと関心持ってる人は嫌いなんですよ。でほんの一部の人が韓流大好きなんですよ。 でそうなった理由はですね、あなたたちが夜と触ると反日やーとか言って大騒ぎするからですね、なんかあいつら変なやつらやなと思う僕らができたわけですね。その関係を君らはですねどう思ってるんやと、勝手にボーダーレスとか言わんといてなと。ボーダーは確実にあるわけですよ。確実にはあるし、我々はどっちかっていうともう離れたいんです。ハワイの沖に行きたいんです。あなたらの隣人であることについてもかなりも嫌な思いをいっぱいしてるわけですよ。嫌なっていうか、まあ不愉快な思いをいっぱいしてるわけですよ。だからですね、僕らは離れたいんで、ボーダーレスなんかなりとうない。ボーダーは確実に着実にガチッとこうあらないかんわけですよ。お互いの価値観においてはもう確実に落差があるわけです。落差というかまあ違いがあります。カブトムシとクワガタムシの違いみたいなものがあるわけですよ。違うんですよ、違う。これはですね、ボーダーレスみたいなやばい言葉によってですね、境をなくすということはできない。君らが反日教育を続けている限りにおいてですね、我々とあなた方の間には大きな壁があるわけです。なんでこれをね、こんな綺麗事を言うんやろうと思うんですね。北朝鮮の動向に関しては、来年の米大統領選に向け核実験を行って緊張を高めるだろうと指摘。北朝鮮はインドやパキスタンのような事実上の核保有国の立場を目指しており、米国と交渉して大陸間弾道ミサイル ICBM の破棄と引き換えに日韓を標的にした戦術核の保有を認めさせようと画策すると予測した。この方ちょっとおかしいかもわかりませんね。ユン・ソンニョルさんに指名された駐日大使でしょ。前任者の駐日大使もものすごい変な人だったんですよ。ユン、だったかな、ムン・ミハンや、なんか変な人、ものすごい変な人です。で、これ新しい人もちょっと変な人ですね、これね。その上でトランプ前米大統領は選挙で返り咲けばそうした取引に応じる可能性があり、悪夢のようなシナリオだと懸念を示した。ちょっとこれ要注意ですね、この大使は。ユン・ソンニョルさんが指名して赴任してるはずなんですけども、勝手な妄想を抱いていて、寝言たわごとをですねのたもうてるような気がします。妙な理想論も言うたはりますし、こういう人がね結局ねぐちゃぐちゃにするんですよ、外交というものを。妙な自分の誤ったずれた概念でもって暴走するわけですよ。でですね、迷路に迷い込ましてですね、むちゃくちゃするわけです、ね、ちょっとやばいなっていう感じですね。前のムンヒさんか、ムンヒさんって大使ももうむちゃくちゃでしたけど、まあ今回もですね、新政権に指名された割にはですね、変なこと言ってますね、寝言を言ってますね。もうちょっとですね、厳しい見方をすべきだと思いますよ。きれいごとでは決して済まないのがこの日本とお隣さんの間方でして、もうあと何十年も、ね、何百年も今のままですよ。彼らが反日教育をやめればね、その50年後ぐらいにマシになりますけど、今現在も続いていますからね。あれをやめない限りにおいて我々の正常な二国間関係というのはありえない、と思います。で下手したらですね、イ・ジェミョンが次期大統領になるかもわからないわけでしょ。こんなもんはエスラごとはええことですからね。また日本とお隣さんは面白いですね、ムン・ジェイン政権の時代に立ち上ってノージャパンやーとかってやるかもわからないわけであって、そうなったらこんなことは全部きれいごとに終わるわけですね。まあ寝言を言うとあります。寝言は寝て言うてくださいと私は思いますね。はい、ということでございまして、この時事.com のですね、今ですね一応全部読んでますね、短いニュースなんで、そのアドレスを貼っておきますんで、確認されたい方は行ってみてください。
はい、皆さんどうもありがとうございました。